どうも、高尾ヌスです。6月7日、フェスゲイン、二つ岩マミゾーが復刻します。今回2回目のマミゾー解説動画になりますので、現環境に合わせた運用法について話します。マミゾーは防御式で、能力、スキル、特性の大半が防御寄りなので、この部分だけ見ればパッとしないでしょう。しかしながら、防御式とは思えない高い陰攻数値、スキルによる陰攻2段階上昇、命中率2段階上昇、ラストワードの攻撃前スペック効果にも星5覚醒で、陰攻2段階上昇と防御式に反する火力を秘めています。ラストワードのバレット構成も陰気の高質弾があるので、スキル攻撃前スペック効果で合計陰防8段階上昇、実装時期やフェス限であることから 50% 以上の高質弾補正値であることは推測されるので、見た目以上に火力が出そうです。残念ながら全てのバレットが高質弾ではないのですが、それ以外のバレットも特攻弾で、特攻範囲が広いため3ブースト時の火力はもちろんのこと、113型のブースト追加型にもかかわらず、フリ属性以外は意外と周回火力が出ます。例えば今回のイベントの不思議なルールの頭脳戦、ここのモミジの体力が16万2000と高いです。星5前提ではありますが、モミジに対して弱点特攻が刺さるため、マミゾーでワンパンできてしまいます。1ブーストですらこれですから、3ブースト火力も期待できます。ラストワードの絵札は基本的には陰攻上昇するものが良いでしょう。バレット構成が土属性、火属性、肉弾、エネルギー弾と分かれているため、陰攻セットアップ後の威力アップ絵札の選別がしにくいですが、選択肢になりそうなのは火力が出る3ブースト目の火属性威力アップが可能で、クリティカル攻撃2段階上昇で広い特攻範囲バレットも活かせるブラッディーオーダー、セットアップ前提ならこの絵札が良いでしょう。運用の注意点として、スペルカード、ラストワードともに属性弾ではありますが、全体スペルカードの方が3属性2バレットずつであり、全体ブレイクとしては若干扱いづらく、2属性3バレットであるラストワード解放が前提になります。また高質弾持ちのため陰謀のステータスを上昇させたい点、ブースト追加型が113型であるため、火力アタッカーと並ぶには覚醒前提での運用になってしまいます。スキルレベルも全て10にしたいため、とにかく火力枠として扱うのに育成コストがかかってしまいます。しかしながら星1でも高魔刀の弱点ブレイク役として運用は可能で、ショットでも土属性弱点ブレイクができるため、土属性弱点ブレイク役が少なければ取っておいて良いキャラではあります。高魔刀100回を星1でもクリアした人はそこそこいたようですが、しっかりこのような弱点ブレイクに優れたキャラを獲得したからだと思っています。もちろんマミゾーがいなくてもクリアはできると思いますが、防御式だからといって敬遠するのではなく、属性バレットまで吟味して必要かどうか判断するのは大切だという意味です。またマミゾーはパワー連携持ちで、連携ボーナス対象はこちらになります。マミゾーとしかパワー連携のボーナスが取れないキャラも多く、霊力が 1.50 上昇するかどうかで戦術が変わることさえあり得るので、フェス限パワー連携持ちというだけで高魔刀攻略において一定の獲得理由となります。また特殊な運用として、防御式であれば無凸でも単体で要望2段階ダウンする賢者の安らぎをマミゾーに装備して、任意のスペルカードで使用後交代、パワー連携による霊力上昇とデバフがかかった状態での単体火力をぶつけるなどの運用が可能です。なお、この動きは同じパワー連携持ちであるアリスの単体スペルカードで代用はできますが、星1だと要望1段階ダウンでデバフとしては少し弱いため、マミゾープラス賢者の安らぎは無覚醒での運用にはありがたいといったところになりそうです。ここまでマミゾーの運用について話しましたが、注意点がもう一つありまして、6月7日から劇場型イベントに天使の姿もあるので、もしかしたら次のガチャで天使復刻という可能性はあります。さすがに天使は環境最上位クラスで絶対に獲得してほしいキャラなので、天使を持っていなければマミゾースルーはありです。天使も土属性弱点に対応可能なバレット構成のため、天使獲得の方を進めます。以上、マミゾーの復刻ガチャの参考になれば幸いです。